岡本歌子4月1日から2016年4月21日は日本の医学者、イプシロン、アミノカプロンさんとトラネキサムさんの開発者の一人。東京の上野と浅草のちょうど中間あたりにある下谷神社に宮司の長女として生まれた。幼少時は巨弱で1年間休学までして療養したが、その後健康になり、区内の小学校対抗レースに、 異例の選手として出るようになった。東京府立第一高等女学校に進んでからも陸上競技部に入り走り幅跳びや短距離走の選手として活躍した。一方で時間さえあれば図書室にこもり、マスカガミ、古事記、源氏物語などを読みふける文学少女でもあった。第一高女では市川玄蔵が校長であり、後の人生に大きな影響を受けた。 第一工場卒業後、東洋女子歯科医学専門学校に進学したが、講義に興味が持てなかった。ただ、同校に非常勤講師として来ていた、慶応義塾大学医学部生理学教室の林、高志助教授の物理学の講義だけは違い、彼の自然科学への強い同型と、研究者の激しい気迫に満ちた講義が、自然科学に興味を持つきっかけとなった。やがて同校を中退、 基礎医学を専攻するという目的を持って、東京女子医学専門学校に進学した。女子医専を受けるにあたって父親から、一番で合格したら学費は出してやるという条件が付けられたが、見事にその条件をクリアしている。1941年12月、女子医専を卒業後、1942年1月より、女子医専生理学教室の助手として勤務。 経済医学部から来ていた、林隆門文科の須台サ部に指示し、脳の直接化学刺激による小脳の反応の研究を行った。小脳の一部に、グルタミン酸、あるいはクエン酸の微量を注入することにより、猫の目に著しい賛同が生じることを発見し、小脳は自律神経系の工事の中枢であることを明らかにした。1945年6月から、 経大学医学部生理学教室助手として勤務。中枢神経生理学の研究に従事。1947年11月に同教室の岡本昭介と結婚。夫と共に、コープラスミン剤の研究に従事し、イプシロン、アミノカプロン酸とトラネキサム酸の開発に成功した。これらの薬剤は、現在も止血剤として、世界中で広く用いられている。 1966年4月、神戸学院大学栄養学部教授に就任。キプラス民生専用の研究に従事。結婚後も家庭と仕事の両立を目指す道を選び、1949年には娘組が生まれた。研究をする女性は一生独身に限ると言われていた時代、仕事と育児を両立するためには多くの難関があった。第一の難関は、 産休明けから入児期の保育であり、第2の難関は子供が歩き出してから小学校に入るまでの育児であった。第1、第2の問題解決のために職場内の託児所作りに奔走したが失敗。両親や10枚の検診的協力と知人の幼稚園の延長不債の協力によってこれらの問題はおどうにか解決した。しかし、働く。 母の育児問題で最も大きな難関は小学校、入学後であった。放課後、重要な心身の発達期に、親の代わりの保護者もなしに子供を放任しておかなければならないということである。その問題解決のヒントになったのが、キュリ、夫人の研究所内の学校だった。彼女は研究所内に自分の子供たちを含めて、子供の小さな教育の場を作ったという。そこで、 小学1年生になる子供を持つ働く母親に呼びかけて賛同者を募り、子供好きの研究者や専門家である4人の先生と11人の生徒で放課後の学校が始まった。子供たちが、すずめの学校と名付け、小学校4年生になるまで続けられた。経団医学部生理学教室の先輩である、岡本昭介と結婚、おしどり研究者として有名であった。 子供は娘が一人、孫は二人で、娘と女の孫が働く母であることを受け継いでいる。ありがとうございます。